サントンは南アフリカ共和国ハウテン州ヨハネスブルグイークにある地区。サントンの夜景ヨハネスブルグ中心部の治安悪化に伴いアフリカーナーなどの白人富裕層が北部のサントン地区に移住しヨハネスブルク経済の中心地として発展している。商業施設や企業には武装警備員が常駐しており、白中は比較的治安は維持されているが、 夜間の治安は必ずしも安全であるとは言えない。1969年、ヨハネスブルグの地域拡大に伴い合併したが、中心部に比べて産業答は発展しなかった。しかし1990年代、アパルトヘイトの廃止により、各地からの人口流入に伴い、市街地区域が拡大し3トンもインフラ基盤の整備が促進された。アパルトヘイト政策の廃止以降、 極端に治安が悪化したヨハネスブルグの中央商業地区に代わり経済活動の中心地となりつつある。JSE など本社機能をサントンへ移転する企業が後を絶えず中央商業地区のドーナツ化現象が懸念されている。2010年のハウトレインが開通と同時にサントン駅が開業した。それによってサントンからヨハネスブルグ中央地区 OR 田んぼ国際空港とプレトリアへの鉄道移動が可能となった。中心部にあるサントンシティの売り場面積は14万4000平方メートルでアフリカ大陸最大の複合商業施設である。また、ネルソン・マンデラ・スクウェアには反アパルトヘイト運動の中心人物で第11代大統領であるネルソン・マンデラの業績を称え2004年3月にサントン・スクウェアから 解消するとともに、約6メートルのマンデラ像が混流されている、ネルソン・マンデラスクウェアを含む、ありがとうございます。